にちは、安藤明久です。今日はですね、無駄遣いと感情、問題の本質をつかもうという話をします。この動画を見ればわかることはですね、無駄遣いと感情にはどのような関係があるのかがわかります。では、いきましょう。ではですね、今回もまずは質問です。あなたがですね、無駄遣いをしている時のことをですね、まず思い出してみてください。そしてですね、その無駄遣いをしている時にですね、あなたはですね、どのような感情になっていますか？ぜひですね、これを考えてからこの動画をご覧になってください。では、いきましょう。で、まずですね、無駄遣いの問題っていうものはですね、解決法があるんですね。まずですね、あなたが無駄遣いをしているのなら、初めにですね、やってほしいことがあります。それはですね、あなた自身、お金の知識を手に入れるということなんですね。無駄遣いのですね、原因の一つにですね、お金の知識不足の問題というものがあります。例えばですね、資産と負債がわからないとか、家計簿をつけていないとかですね、そういうふうなことをしていないから無駄遣いをしてしまうんですね。ですから、あなたがですね、無駄遣いをしているのでしたら、まずですね、お金の知識不足の問題を解決してみてください。で、そして、お金の知識不足の問題を解決すると、あなたがですね、どんな無駄遣いの傾向かがわかります。例えば、僕でしたら、食べ物の無駄遣いが多かったです。ラーメンをよく食べるっていう無駄遣いが多かったんですね。またですね、僕の友人ではですね、オンラインゲームでですね、課金して無駄遣いをしてしまうという人もいました。ですから、あなたに無駄遣いがあるのでしたら、まずですね、お金の知識不足の問題を解決してほしいと思います。しかしです、お金のですね、知識不足の問題を解決しても、無駄遣いっていうものはなくならないことがあるんですね。じゃあ、それは何ででしょうか？それはですね、あなたのですね、無駄遣いの問題がお金の知識不足だけではないからなんですね。ですから、この動画ではですね、このお金の知識不足の問題だけではなくて、本質的な問題は何か、それについてですね、話していきたいと思います。ではですね、無駄遣いの本質的な問題をですね、つかむためにですね、こんな例はどうでしょうか。例えばですね、ある夫婦がですね、夫婦関係が良好でなくてですね、いつもイライラしていたとします。実はですね、こういう方にはですね、お金の知識をですね、手に入れてもですね、無駄遣いは解決しないことが多いんですね。なぜならですね、夫婦関係が良好でない方っていうものはですね、特に夫婦喧嘩をした時にですね、無駄遣いをする傾向があるからなんですね。ですから、こういう夫婦のですね、問題の本質っていうものは、夫婦関係が良好でないことなんですね。いくらですね、お金の知識を手に入れてもですね、それは無駄遣いは解決しないんです。ですから、この夫婦のですね、問題の本質っていうものは、夫婦関係が良好でないこと、これがですね、無駄遣いの本質になります。ということは、こうやってですね、無駄遣いの問題、無駄遣いを解決するためにはですね、このようにですね、問題の本質を探さないと解決できないんですね。しかし、今みたいにですね、夫婦関係が悪いとかですね、目に見えてわかるならいいんですけれども、こうやってですね、問題の本質を探すのはとても難しいんです。じゃあ、どうやって問題の本質を探せばいいのでしょうか。それはですね、感情に注目して問題の本質を探すっていう方法なんですね。あなたがですね、例えば何か無駄遣いをしているときはですね、必ずその前かその無駄遣いをしている途中にですね、感情が出ています。その感情に注目することがとても大切なんですね。ですから、例えばですね、先ほど夫婦関係が良好でない方、その方たちはですね、絶対ですね、無駄遣いをしているときや、お金を使う前にですね、イライラしているはずなんですね。そうするとその人にはですね、怒りっていう感情が出るんです。で、この怒りの感情をですね、突き詰めていけば、あ、原因は夫婦関係が悪いからイライラするんだ。だからこうやって買い物をしたくなって無駄遣いをしてしまうんだ、ということがわかるんですね。ですから、このようにですね、感情に注目すれば、本質的な問題がわかるようになるんですね。ですから、
これからですね、僕の動画ではですね、あなたの感情に注目して、そしてあなたの無駄遣いの問題の本質をですね、掴む、それをやっていきたいと思います。でですね、感情っていうものはいろいろあります。今紹介したのは怒りなんですけれども、他にもですね、不安があったり、興奮があったり、このようなですね、感情に注目して、これからですね、動画を解説していきたいと思います。で、とにかく大切なのはですね、あなたが無駄遣いしている時のあなたの感情に注目してほしいんですね。そうするとですね、問題の本質をつかみやすくなります。そして最後にもう一つ大切なことを言います。この問題の本質をつかむためにはですね、このお金の知識がなければ難しいです。ですからお金の知識を得た後にですね、あなた自身無駄遣いをしている時の感情に注目してほしいと思います。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、 YouTube チャンネル登録といいねボタンを押していただけると嬉しいです。また公式ホームページではお金の情報と感情のコントロール法を載せています。よろしければ動画説明文のリンクから公式ホームページをチェックしてみてください。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。